さあ、そしたら次はホタルイカで釣ってみます。まあ、ホタルイカとかこの、まあ、切り身の魚とかキビナゴとかもそうですけど、一回こう刺しといて反対側に張り出して、でひっくり返してこう縫い刺しするみたいな感じで、こういう風にします。まあ、こういうのは匂いが強い餌なんで、頭がいれば一発で食ってくると思います。